いやいやいや、ちょっと今から作業してしながらね、口は開いてるんでおしゃべりタイムスタート。何やってるかってと、これあれなんですよ、昨日お買い上げいただきました自衛隊のやつも発送準備をしてるんですけど、すいませんね、本当はね、本当はうちの弟に、まああいつが売ったんでね、あいつがやればいいんですけど、ちょっとまあいろいろスケジュール的なこともありまして、ちょ僕がサンキュー書かせていただいてますけども、すいません。今後というか今年の秋冬本格的にスタートしたら、なるだけね、それぞれの担当ブランドでそれぞれが売ったものに関してはそれぞれがこうね、納品書に筆入れするみたいな形にしていきたいと思いますけども、なかなかねタイミングっていうものがありますから、はい、まあご了承くださいという感じでございますね。いや、まあ、メインの方でもね、なんかまあ僕ベラベラ喋ってたと思うんですけど、よかったですね、普通に結果出て。なかなか本人がどう感じるか知らないですけど、まあでもこれで楽しくなかったらちょっと服屋向いてないこれでね、こうやって自分が仕入れたものが売れて楽しくなかったら、なんか多分服屋向いてねえだろうな。とは思いますけどね。うん。多分服屋の喜びって絶対そこだから。服屋もそうだし、まあバイヤーもそうだな。バイヤーもそうだけど、やっぱなんかこう、仕入れたものが売れたっていう喜びがないとね、多分、あんまり楽しくないだろうなって向いてないな思いますけど、でもいいっすね。なんか今まではなんか僕の感覚もまたちょっと違ってさ、今までずっと一人でやってたから基本だから、この店にあるものは基本全部俺が売ってたわけですよね。他の誰かが売るっていう感覚がなかったから、基本的に。だどっちかっていうとなんか、まあ、なくはなかったよ。今までの、お店の中でも、まあ、スタッフがいた時もあったけど、でもそれはどっちかっていうとなんか、なんだろうな。その人がね、バイングしてたわけでもないし、たまたま俺が売れたもので、あ、俺が仕入れたもので、ね、たまたま売れたみたいなさ、そういう感覚に近かったから、あ、ラッキーみたいなさ、どっちかっていうとね、あ、俺が休みの間店開いてて、まあちょっと売れたからラッキーくらいの、そういう感覚だったんだけど、今回のまたちょっと違うよね。売れたというよりも、売ったって感じだからさ、ここは違うんですよ、やっぱり。売れたと売ったっていうの、そのなんかこっちの感覚のあの話だけど、売れたと売ったぞっていうのと、売れたぞっていうのはまたちょっと違うんですよね。たまたま置いといたら売れたラッキーっていうのとさ、こう、売りに行って、勝負かけて売れたっていうのとさ、仕掛けて売れたっていうのとさ、またちょっと違うわけですよ。うん。だ今回のは確実に売れたというよりも、売ったじゃないですか。だからそこだよね、一番。そこがやりがいじゃないかなと思いますけどね。あ、ちょっとね、僕も不思議な感覚というか、不思議というかまあ、新鮮な感じ。自分じゃない誰かが売り上げを立ててくれるっていう。なかったんでね。でもなんか、
やっぱちょっとね、心強いですよね。一人でやるよりもさ、そりゃそうだよ。まあだから言ったら、だからチームっていうと大げさだけどさ、個人戦じゃなくなったわけですから、もう今後は。2人以上でやるってことですね。まあまあ、まだこれね、初っ端なんで、初っ端であって、ファーストデリバリーであって、シーズンは、まだまだこの先続くわけですから、まあちょっと継続的に頑張ってもらいたいなと思います。とりあえずね、一安心じゃないですか。これで頑張ってくれよね。いつかね、俺も、もうちょっとこう、表舞台から引退してね。うん、もうなんかあの、重要なとこだけちょちょっとやってね。ああ、お疲れ、みたいな。お偉いさんになろうかな。まあ冗談ですけど。お偉いさんになろうかな。まあでも なんだろうな。徐々になんか、あれっすね。今年の秋冬、そしとか多分来年の春夏くらいまでは、多分予算的に言っても、店のその売り上げの担当範囲で言うと、まあ当たり前だけど俺の方が、ね、予算持ってるっていう状況だと思うんだけど、これがね、こうトントンくらいになってきたら結構いいですよね。トントンにしていくんですけど、ね、なる早で。なる早でトントンで。そうするとね、いいですよね。理想的ですよね。結構、地に足ついた感じで、できるのではないかなと、思ってますけど。なんだ？まあいいや。ね、ちょっとね、これで、まあ、一応表向きにこう結果が出てるわけですから、社内でもね、ちょっとこれはまたね、僕の発言力が高まるわけですよ、これ。社長に対するね、いやいや社長と、うん、ちゃんと出てますよねみたいな結果、こう発言力が高まるわけです、これまたね。したらね、こういうの積み重ねていくとね、あれですよ、僕のわがままが通るという。やっぱ自由には責任がつきものですから、あれこれこうだ、あれやりたいこれやりたい言うの簡単ですけど、まあよく言うけどな、言うのは簡単じゃん。でもそれをさ、よし、じゃあこいつに任せてみようって思わせるには、やっぱね、なんかね、納得させる材料がないとね、あかんですよね。だからこれで自分のみならず、今度迎え入れた弟がちゃんと結果出しましたよ、社長ね。一晩で、完売っすよ、つって。誰ができますか、こんなこと。まあ俺でもできなかったもんね、もしかしたら。これに関して言うと。うん。これ誰ができますか、と。こんな喧嘩腰で言わないけど。こんな喧嘩腰じゃ言わないよ、もちろん。でもなんか、ね、スタンスとしては。じゃあちょっとこういうことやりたいんですけど、でまあちょっと上田にね、移転させたろうかなと。この辺のこの長野のね、何の思い入れもないような、しょうもない、しょうもない都市抜け出してね、ちゃんとこうやってることが自分たちの商売はもちろんね、ちゃんとやって自分たちがうまみを、享受する、これ当たり前のことだよね。当たり前だけど、でもそれが結果的になんか地域にもさ、いい波及効果、プラスの効果が出るっていうのは、これはね、一番いいです。長野でやっててもそれ無理ですね。無理、これは無理。うん、めんどくさいだよね。なんか福山多いしさ、この辺微妙に嫌なんですよね、そういうの。
めんどくさいじゃん、大して嫌なんです、めんどくさくて。なんでそういうあのしがらみも何もないね、もう遠くへ行きたいみたいなスタンスですね。遠くへ行きたいみたいな感じで、もうなんか言ったら変な干渉もないければ、なんかよくわからないねこともないというところに、僻地に行ってね、でも僻地でも全然できると思うんで、これうまいよね。最近飲んでますけど、僻地に行ってね、ちょっとやりたいなと。本当なんか上田行ったらなんかちょっと本当になんか店の地図とか載ってんのやめようかなとか思い始めてます、最近。面白くない？どこ探しても場所が載ってないみたいなさ、うん、そういうのしようかな、もう完全なんかもう宝探しみたいなさ、面白くない？なんかもう店の場所は本当にわけのわからないところで、いわゆる今までみたいに人通りが多いところにこうどっしりと構えてやるんじゃなくて、もう人通りが少ない方へ少ない方へ行ってトレジャーハンティング謎のベールに包まれて、周りのお店とかもあれ何屋だみたいな、あれ何屋ですかね、そういう感覚、そういうの面白いじゃないですか、結構田舎ならではというか、うん、もう逆行っちゃえみたいな逆張りだみたいな人通りを避ける、そういうのがね、店探しも一つのアクティビティみたいな、面白い、おもろいんじゃないですか、そういうのは。いや、わかんない、そんな、なんか俺のただのジャストアイアで言ってるだけだけど、まあ何も決まってないから、上田に関しては俺がただ言ってるだけ、まあ社長には言ってあるけど、という感じで、まあどうなるかわかりませんけども、まあ来年中にはね、少なくとも、いや移転させてえな、ちょっとそれ目標ですね。